話をしよう。あれは今から36万の、いや、1万4000年前だったか。まあいい。私にとってはつい昨日の出来事だが、君たちにとっては多分明日の出来事だ。え、何なの？彼には72通りの名前があるから、誰どこかと思うでしょ。なんて呼べばいいのか。この放送、これ得なんですよ。確か最初に会った時はいいの。そう、あいつは最初から言うことを聞かなかった。俺がかっこいい。私の言う通りにしていればな。ロッサー、やばい、やばい。いいやつだったよ。これがリョウガの持ち味。ねえわー。やる、ある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 。ある。うちの剣道道場。乱魔最修行の主戦場。まさに悲劇、蜜をかぶると。女になっちゃうふざけた体質。俺の命受け。おめえ可愛くねえんだよ。冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。うーん、何から話せばよいのやら。ママ、困った。シャンプーランマ、てめえ何しやがら。人呼んで不倫館高校の青い雷ち。説明してもらおうか、ランマくん。かわいい。ああ、そっちか。ちょっと。あ、しまった。ああ。これは通らない。あ、ダメなんだ。SFC です。SFC の、ファイティングスティックっていう掘りのやつがあったので、それでやってます。私も一緒です。なんで結構ガチガチ聞こえると思います。です。やったことありますよ。ナイス。よっ、あーんだよ、もう飛んでんのに。ガンガン。ありがとうございます。あげるるるる、終わった。えい。あー、悔しい。ぜひ次回は参加していただけると嬉しいです。そうですね。今回金曜日にやったんですけど、我々としては金曜日もしかしたら失敗したかなっていうのをちょっと反省してて、土日だったらもっと参加できた人いったかなっていうのはありますね。課題の一つですね。あ、どう、おい。上り中だ。おい。またした。はい、いらっしゃー。はい、どーん。勝つの三振。キャラ心的には多分、長儀の方が多かったんじゃないですかね。バスネットは12。1,2,3,4,5,6。9かな ?10 かな。もっといるでしょ。
だってあれでしょ、団体戦合合でやってキャラ余ったでしょ。ああ、そうか。いるでしょ。ひなとと一緒じゃねえかやってること許せねえマジでこれ。前の対戦、まあ、昨日行った対戦会では5時間ランもやりましたから、ね、やりましたからね。あれもマラソンですもん。カーブ強いです。でバルドの坂ですから強いですよ、かなり。はい、いやー、はい、終わり。終わってない。サバソン、やりすぎた、やりすぎた、気持ち悪かった。あー、なんか、あー、了解です。はい、兄弟対決やります。どっちやります？どっちもいいですよ。さあ、私こたちで、はい、わお。ですよね。あー、焦点はねえ。あー、届かへん。ちょっと遠いですね。ちょっと遠いか。ジャンプ VS ボンボン武器？あ、マリコですね。ああ、はいはい。はいはいはい。じゃあ俺がジャンプ？で、俺がマリコだ。揺れてない、揺れてない。すごいっすね、考えたことなかった。結構しよう。揺れてない。揺れてる！あ、揺れてる！すごい！なんで分かってん？すごい、上体視力半端ねえ。お、ほんまや、上下に揺れてる。揺れてる！お、揺れてる！おい！なんで分かってん？おい、上台手術半端ねえ。おい、上下に入れてる。多分これ、アイマスクでしょ。やーべー、やーべー、あれ、てか俺なんであそこ連続できへんかったよ。うわ、愛が足りないから。俺ぐらい愛を見せないとダメ。真面目な顔で。ちょっと
すげえとこで当たってる。なんなのこれ。あっ、やめてそういうの。しょーぼーなんなの。小立ちのクラブを避ける簡単なお仕事です。マリコね、こう開脚した時にね、おけつの部分がね、黒いんでね、パンツ黒いんかなと思うんだけどね。これや。えっ、あ、違う。白じゃん。よく見たらパンツ白なんですよね。あの黒いのなんやろっていう。え、あれ、ハイネック黒いってこと？いや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 。なんだろうね。ね、黒い何かがね。影かもしれないね。何の影なんですよね。あー、しゃがんでた。あー、表分かれん。うぜえな、本当に。すかして壊し、頭上頭上、めくり頭上。はい。いいなぁ。無邪気に。無邪気に。まあ、このマリコじゃない、シャンプー。あとランマ。ランマ。ランマ男女が、やりやすいんじゃないでしょうかね。機動力高いって意味ではまあ、こんなキャラはやっぱそうですね。ルーファス。まあ確かにそうかも。てか、封じ持ってるからそれっぽいです。ちょっと、マジで？コメントは、ハトに止めて。あーもうやるんじゃなかった。普通につい見せたい、つい見せたい。わかるわかる。シャンプールーファス。確かにあの頭上からの連携がルーファス臭いですよね。次マリコと子達なんで、俺がマリコ、じゃあ俺が子達か。マリコとどれ。マリコと子達後で見せてって言うんで。はいはいはい。私、子立ちの方がいいっすよね。いや、逆の方がいいんじゃない。逆の方が。今、エアバトン出ない君は分かったから。ソーリュー、アスカラングレー。そう。ソーリュー、子立ちラングレー。ソーリュー、子立ちラングレー。こんなキモいアスカがいるか。超腹グラスか。お前のような扱い、まさしくその通り。いいツッコミです。いい、危ねえ。フルでくれ、どうだった。ヘイヤウェイヘイ。まああのマリコじゃなく、マリコは強いんですけど、まあ使ってるユイケイさんも強いっていうことですね。誰か呪っていいですこの人。うーん、ちょっと気づいたことがあるので後で申し上げます。さあ、そろあー、空中バトンが出ない。スピーじゃないの。リボンのジャックですね。ですね。こんなバレッタっぽいかな。これ、
わマジで。おおすげえ。何なの？やべ！あーつた。ははは。次が茜と涼がで。で、その次がうっちゃんくので、了解でーす。リクエストありがとうございます。 PS 版のランマ 3D はまあ言っちゃダメですね。あれでランマゲーが途切れてしまったんでね。りょうがとあかねちん。うわー、それともそれぞれ使える感じ、使える感じですね。まあどっちもいろいろ地上で使える技持ってて、しかもコンボが超えてるキャラですね。空中攻撃。入んの？え、ボギーしました？入った。ガード。あ、前に入る。ちげえ。よし、気絶。ああ、背中使う。じいちゃん使えるのは町内とバークレスですね。駒投げって無敵投げ、無敵は投げれないです。終わった。わあ、終わった。あーミスった。あとは削って終わりや。あー削って終わりや。削って。ひでえ、なんでパワーゲーズあんなに削るの。どうしてアカネすぐ死んでしまうの。死んでしまう。節子がせっかっこや。リョーガの墓。リョーガの墓。いや死んでまうやん。死んでまうやん。逆や。すげえ当たり方。もう一個釣りでした。イエーイ。あーやーウェーイ。やーウェーイ。ちょっと勝つ、やばいよ。やーウェーイ。やり放題。やり放題。うわー、しかも最後投げミス。あ、バレてる、バレてる、バレてる。めっちゃ壊し入れとったから絶対投げや思て。ダイパン漏れてた。ダイパンめっちゃ漏れとって、ボーン当たって。ダーン、クソゲーって言わないでください。このゲームね、長技乱舞って言ってる割に全然長技が出せないんですよね。出るんだけど使えなかったり、出すまでの使えないのが多いですね。全然乱舞してないっていう。どこから乱舞やねん。出す条件がまだね、ちょっとね。そう、気合ためが長すぎるんですよね。そうですね。炎の横の女、左側はひなこ先生ですね。両学の了解です。はい、両学の了解しました。体力減るだけで超入れたらね、かなり違ったんでしょうね。まだ現場バカキャラになりますね。わざと体力減らせてますからね。ガロスペと一緒ですね。ですね。超ケン、ソニックブーン、ソニックブーン。あ、これダメだ。この技やめよう。希望からは。あ、そうなんだ。あゆちょっけおーい。なんか食べてちょー。なんかたまに
たまになんかガチ勢っぽいコメントがザンさんのように気がして仕方がない。どれどれどれ、いや、なんかたまにこんな、なんかさっきそれっぽいなったね。うっちゃん好きなのに負けちゃってますよ。うっちゃん、あ、頑張ります。俺も好きです。うわー、このクソ長いの投げないか。あれ、それはない、基本じゃねえの。お、おいしい。はい、知ってました。知ってた。ライルです。やべ。ああ、出ちゃった。もっさり感、いいんじゃないですか、それが。スーファミですよ、これ。あ、マジで、あ、気泡が出ない。ちょっと潰してよ。あ、やべ、今のやばい。食らうか、そんな。あ、うっそ、なんで、なんで俺裏おんねんな。ゴルフでいうホールインワンですね。いや、いいわかんない。すっぽり行きました、すっぽり。いいわかんない。何や、格ゲーでホールインワンで。あ、よし、オッケー。来ない、来ない。入ってんじゃねえ。イェーイ。あー、出なかった。あそこの1振り入るんですよね、なんか。焼き入れの瞬間投げたかったんですけど、ちょっと無理でした。あー、太鼓うまい。間違えた。あー、落ちた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 。おい、早いよ、なんだ今も。アブドル。投げ。ダメだった。さあ、コメントを言いましょうか。ビールが切れたので、各のハイボールをご用意です。あ、いくも流れの見つけた。今日の有明コミケで買いましたなごみ屋さんのレイムグラスを使います。さあ、今吉がコミケのコミケで買った、東方のこれは白麗レイムですかね、はい、レイムのグラスを出して氷を入れて、ここはチルノさんに協力いただいてます。これランマの放送、ランマの放送。あ、ちなみにですね、今日の、コミックマーケット2日目、西のラーの A、 そうラーの A でですね、あの黒柴家さんのところでランマ2分の1長期乱舞の攻略本の販布を行っておりました。で、あ、次パンダ男ランマ、マジで、うん、ごめんなさい、次やります。行っておりました。で、次9月大阪コミトレで、東京10月サンクリでもですね、長期乱舞と爆裂乱闘の攻略本を販布しますので、ぜひお越しください。お願いします。お願いします。ミケさん軽く台湾しましたよ。あれ、死んだ。死なん、生きてる生きてる。あー、なんかそれ半角。あ、開けやがった。チキショウ、うめえな。チキショウ
あ、そうですね。もう。バクサ言っときゃええねん。おっしゃる通り。もっと打ちます。1ラウンド100発。1ラウンド100発そんだけ打って死ねへんのかよ。1年100回。まあさすがに空振れてる。間違いない。やべえ。これは車じゃない。ああ無理か。ああ見事だ。タヌキやと思った。よしよしよし、狙い通り。タヌキで表やと思った。あー酒うまい。あー、飲まないか。最近せこいことを覚え始めたんですよ。バクサイはガードさせたら確保はないです。多分ないと思ってます。私は密着でもないです。あ、今終わりかけた。何が連打してんの。間に合わないんですよね、これ。2D も当たんないですよ。大変だよ。大爆祭。大で打ちました最後。ミキさん大番。大番いけませんよ。マジさんできんです。自宅自宅。密着するけど。初見の方いらっしゃいませ。スーファミ2作、3作目です。いらっしゃいませ。はい、表。第二。大きくなりません。イエス。実機です。実機です。東電です。超実機です。はい、拾って。あー連続技が一時間いいコメントですね。あー、なんで立ちやねん。あー、まあ、そこだよな、さすがに。やめるのよ、やーはい、終わったー。もうそれ結局これなんですよね。無理です。歩きで下をくぐれないです。なぜならこの高さで寝るから。昇竜。初見の方いらっしゃい。今試しに歩いてみましょう。やばい。よらへん。蓄積溜まってるから見よるはず。よし、前に歩く、テスト。歩きません。歩きません。あー、やっぱ女ちっちゃいな。下段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 。まあね、小足打てなぼるキャラなんで。小足から始まる人生もある。小足から始まる。そんな人生嫌や。なんでピヨンなんかいいって言ったんか。めっちゃ間に合いそうったよね。いい反応。これはない。やーウェイブッ。昇竜、昇竜拳、昇竜拳、昇竜拳。投げかー。ないわ。甘え。甘えやな。ゆとりですな。まあ口プレイ全開やったんですけどね。あ、そう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 、ラーマの同キャラ選べないやつ。一応同キャラ選べるんですけどね、裏技使えば。へぇ、腸内激化ですね。あー、壊し勝利。呆れに入った久しぶり。
ノブラカシャーン。あいうち。バランス的には長尾だと思います。ただやりやすいのは断然爆裂だと思います。ほう、あ、まあ、楽しいのはですね。ほう、ただ格ゲー知ってる人は絶対長尾の方が分かりやすいと思います。システム独特でしたよね。うん、爆裂はちょっとシステム独特なんで。あ、マジで。逆に格ゲーを知らない人が初めてやるっていうんであれば爆裂をお勧めします。そうですね、今の調理に慣れてる、あの、格ゲーに慣れてる人であれば、波動昇竜、竜巻が普通に出せるっていうんであれば、あー、出なかった、悔しい。全然調理やと思います。ただ、アクションゲームの感覚でやるんであれば、全然爆裂の方がやりやすいって感じですね。VMAX? はてな？バリアブルゼロないない。しょうもないな。しょうもないな。間に合えへんもんな、これ。あ、入った。さすがに今のは。今死んだけど。投げ前かよ。終わった。でもう一回この後。はい、さあどこまで頑張るのかな。とりあえず画面端まで頑張る。ダイヤ賞連打してみよう。ダイヤ賞連打するテスト。とりあえず画面端まで、画面端まで行かせてくれ。ミケが画面端、ミケが近づいて、メリケンコーまだ入る。ああ、頑張った頑張った。くっそ、画面端から画面端まで行った。くっそ、アホでしたね。アホや。VS 左京です。イエス。そう、右京同キャラはこのゲーム屈指のね、好カードだと思ってます。じゃんけんが本当分かりやすいって感じですね。当てに、当てにないんですね。そういえばよし、崩られた。当てにも当てみないっすね。当てみっていう概念があんまりこの頃まだなかったんですよね。かな。ですよね。いや、あった。あった。この時すでにガラスペ出てたんですよ。ああ、そうかそうか。そう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 。今俺それ言おうとした。リースの当てみ初めて見たときかっこよかったですね。ちょですね、ガロスピが93年に入れて、これが94年に出ました。よっしゃ。わー、なんてやるんだよ、なんやるんだよ。
しよしよし。うわあ、ありえへんわ、なやねん、ほんま。ゆきえ、まずぎね。ちょ、その、付き合いからの投げのコンボ。今日はね、遠くても投げれるんですよね。実力差が、ね、言いたい放題言われて。また台番出ました。そう。あ、まだあれ同キャラ、あ、俺が落ちたから。次、パンダパンダの同キャラで。あ、動物園で。はい、動物園で。パンダパンダをやっ、あ、でもまだ時間あるんですか、じゃあまだ9分あるんで。9分ですね。9分ですね。パンダパンダやった後、じゃあラストいきましょう。はい。さすがに壊れちゃいますね。重そうでしょ、やっぱ。うん、重そうと思うんですよ、これが。波動拳アリーノ、対空アリーノ、で、ふざけた連続技もアリーノ。でも、じゃんけんで、どちらか勝てば一方的にできるっていう。まあ、わかりやすいですよね、見てても。あれ遅かった。あー、くそ！潰すわ。そんな潰すわ。あー、うまい。出ないんだもん。おい！イエーイ！なんで安いの、そんなに。安い安い。飛ぶ。そこで飛ぶんだろ、そこで飛ぶんだ、飛ぶんだろ。よっそぼけ、完全悩み。しょうもないっすね。しょうもないっすね。ほんとしょうもない戦い。こんな年になってちょっと緑パンキ見て大喜び。お母さんごめんなさい。だがそれがいい。いいこと言った。あざーす。ね、挑発は実は全キャラ決めることができるんですよ、確定で。で、武教はどちらかというと挑発決めづらいです、実は。裏切った裏切った。ちょっと待って、名古屋誰だこれ。レンダ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 。あっさ、そしてずずしくもう一回。くらいこれは行くぞ。よっしゃー、よしよしよし、今日は大安。あー、よっしゃ出たのに。よし、右京の折り返しの瞬間に約1フレーム、2フレームぐらい反撃ができる瞬間があるので、通常投げが実は入ります。今のに関しては、コミュニティで上がっている第6弾の動画を見てください。はい、載ってます。今日それが、じゃあパンダ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 叫んだ、藤井隆。なんだかんだです。フリーよ。フリーよ。誰もわかんねえよっていう。いやー、ほとんどねえな。そうです。右京は最後の一発でダメージ食らうので、抜けることも可能です。かやまんかよ。かやまんさんですよね。おめえ何やってんだ、こんな。恐竜。お、いいこと言ってくれた。暇だな。いいこと言ってくれた。あ、閉めた。ざっけ。まあ、一つはそのコンボでビューった時に挑発入れるっていうのは確定ポイントですね。で、あとは、あ、終わった。まさかよ。あとは、全キャラ共通で地上技の強キックを、空中くらいで当てると絶対ダウンするので、対空で当てるってことです。そうそうそう。その時に、挑発が全キャラで確定です。
わ、これは通らない。このしゃがみやね。そう、地対空です。あ、あれ三角。マジで。これね。やばい。これまずいぞ。あー！あー！何の動画だ。おー！初めて見た。何これ。ちょっとこれ、これはどうなんの今の。あー、ほら、あー、ちょっとやばい。同時に出したらどうなるのっていう。言いましょうか。せーので言いましょうか。いっせーのーぜ。オープン。あっ、もう言うてるで。ババさんがいました今。ジャイアントババが2人いました。神から俺、天から降りてきました。残り3分、じゃあガチキャラでいきましょう、はい。もう迷うことなく。さあラストでーす。さあ、もし変われるのなら白になるの。女ランマ。金髪白に。もし変われるのなら白になる。今夢見てる。何も見てない。うわあ！突っ込む勇気。先を読む勇気。そう！いいよね。全部られてた。ちょっと怪しい。何入ったの？バレてる。いや、私三浦さん。ハハハハ。釣り切れちゃう。吉原さん釣れます。投げさせてあげるよ。しょう。ああよ。あ、危ない。あー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 さあ残り1分、もしかしたらやりながら終わるかもしれません。すごく痛いです。はい、コミュニティ、動画いろいろ上げてますんで、ぜひ入ってください。お願いします。お願いします。で、これの攻略本をサンプリとコミドリで、販売いたしますので、どうぞよろしくお願いします。カヤマうるせえ。確定！早い早い、まあ、メールくれたらミクシーのメールとかいろいろメールくれば大丈夫です、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。あれやべ、ドンズレ